曲を作ってみたいアーティストトップ3とかね、はあはあはあ、結局人と曲作ることがなかなか起きえないと思うんで、はい、就職しながら自分が作ったビートと歌でスカウトされて、シンデレラガールっちゃシンデレラガール、日本のポップスなんだけどすごいグローバルポップスに聞こえる瞬間、あえて全然皆さんが想像しなかった方向にぶっ飛んでみました。想像のもう本当になんか向こう側って感じのちょっと、ね、どうなるんだろうな、これ多分みんな意外すぎて、えそっちみたいなね。はい、皆さんこんにちは、今井亮介 YouTube チャンネルです。今日はですね、はい、今井さんにお話しいただきたいテーマがですね、はい、プロデューサー今井亮介、うん、曲を作ってみたいアーティストトップ3ということで、はあ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 、はい、そうですね。いや、一緒したい方もちろんめちゃめちゃいっぱいいますし、特にね、洋楽のアーティストなんてもちろん憧れと影響を受けてきたねことも含めていろんなアーティストいますが、今日はね、やっぱり、ね、国内にいる方にまずちょっとフォーカスして選んでみようかなと思いました、はい、で以前うちの YouTube チャンネルで天才ベスト3みたいな、うん、キングミューさんと今津歩夢君と、はい、あと藤井風さんを挙げたのかな。そうですね。で、まあ当然天才たちとは仕事したいので、まあ、ちょっとここと被るとまあつまんないので、この方々はまあ一つの殿堂入りということで、はい、今日はちょっと外して他にどんな人と曲書いてみたいかなと思った時に、まあベタな、そりゃやりたいよねってみんなが思うであろうところから結構意外なとこまで、いろいろ思いついたんで、今日は、ベスト3をですね、発表してみたいなと思います。ということで、どうしようかな、今日はあえて第1位からいこうかな。あ、わかりました、はい。ということで第1位、もうこれベタですけど意外と一緒にお仕事したこともなんか共作とか曲を提供したこととかなかったなと思ったのが宇多田ヒカルさん。おー、うん、はい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 。僕実はブートレグで宇多田ヒカルさんの For You って曲のリミックスを実は作ったことがあって、オフィシャルなリリースがないのでごく稀に関係者がラジオとかオンラインでかけてたりする非常にレアバージョンな曲なんですけど、まあでもすごく今聴いてもいいアレンジできてるなと、いいリミックスできてるなと思ってるんですけど、まあやっぱりリミックスって皆さんご存知ですかね。アカペラ歌の素材をもらって自分のあの PC に取り込んで自分が新しく全く原曲と違ったフリーな形でアレンジしたりビートを重ねたり、まあ声を今だとねチョップしたりいろんなことも多分テクニックとしてあると思うんですけど、リアレンジに近いようなイメージですかね。まあそういった仕事をしたことあるんですけど、まあこの仕事の特徴はですね、あのご本人不在でも進むっていう作業なので、ご本人となんかそうやって曲を作るっていうのをまあしたことがなくて、一度楽曲を手合わせしてみたいなっていうのをなんかすごく強く思ってるアーティストの一人かもしれません。まあ結構ベタっちゃベタだけど、でかつまあ宇多田さんの場合はねご自身で曲を書いちゃうんで、なかなかまあこういったねシンガーソングライターと言われるような人たち、例えば僕あの山崎まさよしさんとか大好きだったり、しますし、まあそういったシンガーソングライター系の方々ってあの結局人と曲作ることがなかなか起きえないと思うんで、はいはい、まあ、そういった意味で、まあ、宇多田さんもちょっとそのそっち寄りなのかもしれませんが、厳密にいろいろクレジット見ると共作の曲とかも最近出してたりするので、まあなんかいつか楽曲とか一緒に作ってみたいなとなんかすごく思うアーティストの一人ということで、まあもう言わずもがな、ね、国民的スーパーアーティストですから、まあそれはみんなそうだよねって思うと思うんで、これ以上あんまりコメントしてもあれかなと思うんで、はまりそうですね。でも宇多田さんとやっぱり今井さんが作る楽曲のテイストというか、うん、なんか合いそうな気もするし、もしかすると彼女がもともと彼女とか彼女のブレインとかが持っているチームに近しいタレントを持った人がきっといるかもしれなくて、すごく新しいことが起きるのか起きないかっていうのはやってみないと分かんないことだけども、イメージが湧くっていうことの良さと、イメージが湧くっていうことで、分からそうな人と音楽を作りたいって思う人の心理って両方あると思うんで、まあ、このあたりがなんかこうすごい悩ましいとこかもしれないですね、うん、っていう感じがしますね。ということで第2位は、皆さんちょっとご存知な人がいたらすごい嬉しい、しまちゃんっていう女の子のアーティスト、しま、まあ、彼女はもともと
まあ、音楽好きで自分で歌ったりもしてたんだけど、まあ、自分であのビートを作ったりするのもだんだん好きになって、アメリカに留学して、うんうん、そしてなんかね音楽ソフトな、ちょっとどこの会社か僕は知らないんですけど、うん、まあ、例えばアップル使ってる人だったらガレージバンドとかロジックとかいろんな音楽打ち込みソフトあると思うんですけど、なんかその音楽ソフトを作る会社にアメリカで一旦一回就職して、就職しながら自分が作ったビートと歌で Spotify に 音源上げてたりとかしたところを、まあ、スカウトされて、あのユニバーサルからメジャーデビューしたみたいな、結構まあシンデレラガールっちゃシンデレラガールなのかもしれないし、でもなんかすごいあの日本語と英語をこう巧みに使い分けながら、ご本人自体がサウンドプロダクションして、なんかマスタリングまでご自身でやってるって記事もあのネットで見たことがあるんで、はい、なんかすごい多彩だなって思った中で、僕もやっぱ Spotify のプレイリストでいろいろ出てきて、あのマシーンとかムーンウォークとかあのコンマンとかいう曲、あとあたりがすごいあの好きな曲で、なんかこの歌い方、それからこういうアーバンミュージックへのこうきちんとそういう音楽を通ってきた感じがちゃんとアウトプットされてる感じとか、なんだろうね、やっぱ僕結構その天才アーティストの時もそうだし、みんなそうなんだけど、一緒に仕事したアーティストとかいろいろやってると、いつもやっぱなんかちゃんと曲作ってる人好きなんだなっていうのすごい、うん、なんかいつも思いますよね。だからなんかその純粋にシンガーであれみたいな人もすごい好きなんだけど、何かやっぱそのアーティストの、まあ、なんていうの、アティチュードというか佇まいの中に何かその打ち込みだったり楽器を弾くとか、まあ別に打ち込みとか編曲とかまで全部やんなくても、何かそういうプロダクトにより強く関わってるコミットしてる人みたいのにやっぱ何か惹かれる傾向あるのかなと思うんですけど、うん、まあ、この志麻さんもですね、例にもです、もうなんかマスタリングまでやっちゃってるっていう説もあるので、うん、歌唱もなんか彼女はビヨンセとかももちろん好きっていうインタビュー記事読みましたけど、そういうアーバン系というか R&B 系とかも通ってきたけど、やっぱりこのより Z 世代風味のこの涼やかな歌い方というか、あの含めてなんかすごい新しい世代のアーティストが来てるなって感じがすごいしましたね。あとあれですね、うん、やっぱり、宇多田さんといい共通点としてはバイリンガルと、うん、いうところも、あ、本当だ、はい、うんうん、でもそうですね、バイリンガルじゃなきゃみたいのは実はそんなになかったけど、でももしかすると日本語も日本語すらも英語的に乗せて歌えるみたいなところは、うん、もしかすると、まあ、僕が好きだったヒップホップとか R&B とかソウルミュージック、そういうのを好きだった自分の感性とやっぱマッチしてるのかもしれないですよね。 J-POP なんだけど、っていうか日本 J-POP というのは日本のポップスなんだけど、すごいグローバルポップスに聞こえる瞬間がある曲がきっと好きなんでしょうね、うんうん、きっとね。一個ちょっと今記事見てて気になったのが、うん、政治へのこのコンマンっていう歌は、うんうん、詐欺師のような政治家をテーマとした歌と、うん、そう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 、まあ、コンマンもそうですし、あと結構ご本人あまりラブソングを書かないっていうのがあの意外と面白いところで、例えばアメリカという国は意外とこうハリウッドスターからあのトップアーティストまでみんな自分があのどの政党を支持してるかとか政治の話とかをパブリックですることを非常にこう自分の心情として日本と違って結構隠さず話す傾向が強いと思うんですけど、はい、まあ、そういうことも含めて、まあ、こういったポリティカルな内容をラップだったり歌だったりっていうのに載せるっていうのはなんかユーエスナイズされたところっていうのもあるかもしれないですね。じゃあいよいよ、はい、ということで、はい、第3位、もう悩みました。やっぱね3人に選ぶってこと自体がまあなかなか困難な作業なので、あんなアーティストこんなアーティストこういうアーティストもと仕事してみたかったな、でもこういうニューカマーも面白そうだなと思ったんだけど、あえて全然皆さんが想像しなかった方向にぶっ飛んでみましたというところで、第3位はロバート秋山さん。芸人さん。そうなんですよ、まあ、うちのね YouTube チャンネル見るとあのね、誠司さんからあのノンスタ井上さんからね、いろんあと入江くんとか、まあ、いろんなこう芸人さんね多々出ていただいてるので、皆様うすうすお気づきかと思いますが、私はお笑いが大好きで、皆さんあのメーテレっていう名古屋テレビで、はい、メーテレっていう名古屋のテレビ局が秋山歌謡祭ってやったの皆さんご存知でしょうか。あのぜひ YouTube とかにも、ね、確か上がってた気がするんで、そもそもまあ秋山さんのコントとかいろんなクリエイターになりきる様とか、ああいうのがこう見ててもうめちゃめちゃもともと面白いし、まあ音ネタっていう意味で言うと、まあ何でしょう、カウカウとかジョイマンとかチョコプラとか、あと何ですか、ドブロック、ドブロック、はい、ドブロック、ドブロック、ドブロックですね、どっちの、ドブロック、いやドブロック、ね、ドブロック、ドブロックかな、はい、音ネタが面白かった芸人さんっていっぱいいて、そういう人、あと小島よしおさんとか、
ね、いろいろ思い浮かぶんだけど、ダントツになんかこのなりきり度が面白いっていう意味で、やっぱちょっとこう、あと自分でその音楽を作り出す才能のすごさみたいなところで言うと、なんかね、この人となんかお仕事っていうか音ネタすげえ一緒にやりたいなっていうのをなんかすごい思うに至り、いや、どんな化学反応起きるんでしょうかね。でもなんかだからちゃんとしたリリース物じゃなくても、そういう芸の彼のネタの中でも全然いいんで、はい、なんか曲一緒やってみたいなっていうのをめちゃめちゃ思いましたね。なんかめっちゃおもろくないですか。うん、いや、うん、僕としてはもうガチで売れる曲作りに行ったらまたこれも面白そうな気も。いやでもなんかガチでやっちゃダメなんガチでやっちゃダメなんか、いやダメとは言わないんだけど、やっぱりなんか面白さをやっぱ彼はきっと狙いたいと思うし、なんか彼が面白いと思うものをなんか音楽側でサポートして作ってみたいなみたいなね。いやどうなるんだろうな。これ多分みんな意外すぎて、えそっちみたいなね感じだと思うと思うんですけど、多彩な人っていう人からね、盗むと言ったらあれですけど、やっぱ一緒に仕事するといろんなもの感じるじゃないですか。やっぱなんか見てみたいって感じです。だからその人と何かものを作ったり、その人が何かものを生み出す瞬間とかをめっちゃ見てみたいっていう感じがすごい強いかもしれないですね。へ、うん、意外や意外。ロバート秋山さんですか。いや絶対おもろい。自分がその制作の場に居合わせることが楽しそうで仕方がない感じがしちゃうんですよね、はいはいはい、なんかね。それこそ誠司さん、千原誠司さんの歌作っていただいた時も、うんうんうん、あれ僕も現場にいましたけど面白かったですもん、うん、誠司さんも面白かったですもん、はい、芸人さんがやっぱあの時すごいなって思ったのが、もう誠司さんにだって歌おうとすらしてなかったじゃないですか、うん、であれがやっぱりアーティストとやってるといい意味であうんの呼吸だし、音楽っていうフィールドの中で一緒にお仕事してるんで、こういう仕上がり持ってくんだろうなっていうある程度の想像で、それをちょっと超えていくと、お想像超えてきたって感じなんですけど、想像のもう本当になんか向こう側って感じのあのブースに入ってシャウトされた瞬間にもう想像の向こう側だったんで、英語に長けてる人たちのこのなんか跳躍力すげえなみたいなのは感じたんで、なんかもちろんアーティストさんとの仕事が僕のね仕事のほとんど9割9分9厘、もちろんこういう歌い手さんとか音楽にコミットしている方、音楽を生業としている方とのお仕事なんだけど、やっぱそうやって芸事に長けた人は音楽も仕事にされている瞬間があって、そのもが実はすごい瞬間があるんで、そういうのめっちゃ見てみたいなって思いましたね。わ、うん、かりました。いやいや、めちゃくちゃ面白い。なんだっけ、3人ロバート秋山さんがユッティとやった性交渉でしたっけ。あ、そんな歌があるんですか。もうなんかラップ調の曲で、ユッティとユッティの嫁が出てくるって動画なんですけど、もうこれでもう俺もうタイトル性交渉ですか。そうタイトル性交渉だったけど、それも確か秋山歌謡祭だったの。なんかね、その時タクシーかバスか何かで移動しててちょっと腹抱えて笑ったんですよね。本当危ない危ない危ないみたいな。これがね、へアホですねって思いながらも、なんかねめちゃめちゃよくできてるんですよ、うんうんうん、なんかその辺のこうちょっとイケてないプロよりはもう当然プロレベルに、もうなんかいや、そのイケてるプロよりプロっぽいかもしれないですね。面白さと音楽的にちゃんと完成しているこのバランスがなんかねすごかったですね。やっぱエンタメ力でしょう、ね、そうエンタメ力だね。やっぱりそれを聞いて人が楽しいと思うかとか、まあ、楽しいはつまりは盛り上がるだし。なるほど、うん、分かりました、はいはいはい。まあ、こうやってちょっといろんな今度は、海外編も、海外編はトップ300ぐらいですかねエンタメ人いっぱいいるな。でもまあそうですね。あとこの間のね、その天才ベスト3もそうだし、この一緒にお仕事してみたいアーティストベスト3もそうだけど、ね、また半年1年経ってくるとまた新しい才能を発見したり、あこの人とやってみたいなとか、またいろいろ出てくると思うんでね、まあ、これはまた引き続きねやっていけたらいいなと思ってます、うん、はい、はい、分かりました。ということでありがとうございました。ありがとうございました。 OK です、パーフェクトです。秋山さん面白いよね。ちょっと成功しようさ、もういい見てみて、ちょっともうあのね見てほしい、本当に面白すぎるんで